時間帯にちょっとパットさんだとボイラーみたいなのはないと思うんですが、ボイラー室みたいのがあれば、冬場なんかは一時絞りで絞った後、うん、そういうところに置いといていただくと、あったかいから、発酵早いから、新たにその熱加えたり何がないんですけど、バケツかなんかに取っといて、そういうところに置いといていただくと、より早く距離が。実際には2、300匹、夏場でしたら9割、物によりますけど、刃物でしたら本当9割ぐらいすぐ行っちゃいますから、ただやっぱり、冬が今もあそこにあったように、根菜類がね、やっぱりちょっと寒いと時間かかっちゃう。人参だとか、